今日は今成田空港に来ていて、今日は2月10日なんですけど、ピーチが女満別に就航するということで、今日は初便に乗ってここ成田から女満別に向かおうと思います。多分ピーチが就航しなかったら女満別で行くことない場所だったと思うんで、今回すごく楽しみですね。で、初便なんでグッズとかもらえるかもしれないですね。まあ、ただ今の時期的にやってないかもしれないんで、まあそれはなくてもあってもあったら嬉しいですけど、なくても別にって感じですね。で、今まで人生で初便に乗ったことがあるのっていうのは、初めて乗ったのはインドネシアエアージア X で、ここ成田からジャカルタに行ったことがありますね。ただその路線自体も就航して半年ぐらいで路線運休して、現状今も会社が消滅したのかな、まあほぼ消滅みたいな感じで、2度目に乗ったのがエアージアジャパンで、名古屋から台北に行ったやつですね。ただそれもコロナの影響で会社が消滅してしまいました。で、3度目に乗ったことがあるのがエアージア X ですね。で、福岡からクアラルンプールに行ったことがあります。エアージア X 自体、日本からクアラルンプールみたいな中距離路線や長距離路線、ハワイ路線とかは大阪からあったりすると思うんですけど、そういったのをやっぱコロナ禍では飛ばせないので、今クアラルンプールの裁判所の管理下に入って、なんか業務再編計画みたいなのを作ってるとかで、返金のプロセスも止まったまんまみたいなのを見てるので、ちょっと会社のこれからがかなり危ういかもしれないんで、そのためね、今まで乗ったことある初便っていうのはちょっとうまくいっていないっていうところはまああるんですけど、今回乗るのはエアジアグループじゃなくてピーチなんでね、またちょっと違うかなとも思っています。ピーチにはもちろん何度も乗ったことがあって、成田からだと大阪にもかなり前ですけど行ったことがありますね。他にも那覇から香港だったり、カオシュン、バンコクは特に何度も使いましたね。とか結構個人的にはよく使う航空会社の一つなんでね、新たな選択肢、成田からどんどん路線増えてるみたいで、この10日後ぐらいにも大分とかにも就航するみたいなんで、それには乗る予定ないんですけど、選択肢増えるのはやっぱ嬉しいですよね。結構飛行機飛んでますね、こうやって見ると。大韓航空だったり南方航空や、あ、ジップエアも今日バンコクまで飛ばしてますね。エティハドだったりとか、意外と人はいます。ただ防護服着てるような人もいます。飲食店で空いてるとこもあるけど、やっぱこうやってお土産屋さんとかを中心にほとんど閉まってますね。 ANA の Z カウンターって今も空いてないんですね。ファーストクラスだったり最上級会員が入れるとこなんですけど、閉めてますね。ではチケット発券して保安検査抜けようと思います。ちょうどさっき手前のところで荷物の重さ測ったりしてたんで、結構厳しく見るかもしれないですね。自分の場合本当に今回荷物ほとんどないんで、重さ測ったら5キロとかだったんで余裕だったんですけど、2つの荷物で7キロ以内だったかなって制限があるんでね、 LCC なんで注意です。今回の料金なんですけど、料金が多分ピーチは支払い手数料がかかんで、それ含めても3000円しないぐらいだったと思います。で、座席指定しなかったら、さっきチケット見たら中央席にされてましたね。どうかな、混むんですかね。混まないだろうと思って座席指定とか一切お金ケチったんですけど、これ3列ぴっちり埋まってたらちょっとやだなと思いますけど、どうかな。今ここにいるのはピーチが札幌便とこの女満別便とほぼ同時刻に出発させるんですよね。だから混んでるだけだと信じたいです。札幌行きにどれだけ人乗るかわかんないですけど、こんだけいると結構女満別行きは
搭乗率高そうですね。人気路線になるのかな、どうなんですかね。全然人乗らないと思ってました。ありがとうございます。734のバスへお乗りください。電波を発信しない設定に切り替えてください。メール送受信、電話での通話はただいまから目的地に着陸するまでお控えから。女満別空港に就航し、この便が記念すべき初便です。この特別な日に皆様と空の旅をご一緒できますことを心より感謝いたします。ご用の際にはお気軽に客室乗務員にお声掛けください。前の引き手を強く引くと膨らみます。皆様お待たせいたしました。ご搭乗券まもなく離陸いたします。シートベルトを今一度お確かめください。しかしながら当然の揺れも考えられます。
座席の付けの際にはシートベルトをしっかりとお締めくださいますようお願い申し上げます。成田、名満別線の、新規路線開設に伴いまして、名満別空港着陸前の上空からの地形についてご案内させていただきます。あと約35分後の3時40分頃当便、降下中ですが、皆様の左手に白糠町が、ご覧いただける可能性があります。皆様の右手には釧路市、およびその北側には釧路湿原がご覧いただける可能性があります。また3時45分頃には、皆様の左手には、阿寒湖、並びに宮古岳がご覧いただける可能性があります。また皆様の右手には屈斜路湖、並びに摩周湖がご覧いただける可能性が、ございます。本日は名満別空港周辺、雪雲の影響により、ところどころ雲の影響で地上が見えない可能性もございます。足からずご了承ください。本日はご搭乗いただき誠にありがとうございます。小さなお子様はお客様の膝の上でしっかり抱いてください。目満別空港に着陸いたしました。目満別空港周辺の天候は雪、気温はマイナス3度との報告を受けております。頭上のシートベルト着用サインが消えるまでシートベルトを閉めたままでお待ちください。空港行きの車便にご搭乗いただき誠にありがとうございました。本日よりピーチは成田とオホーツクをつなぐ翼として運航いたします。乗務員一同皆様のまたのご搭乗を心よりお待ちしております。最終目的地までお気をつけていってらっしゃいませ。ほんま大きに。